これマインドフルネスとかいう言葉がある何千年も前からもともと人間が知ってた営みなのかもしれません。 IT 企業も瞑想しておりまして、 Google や Yahoo、Intel などが社員研修でやってますが、仕事の効率が良くなるそうであります。皆さんこんにちは。ドクターユウスケこと医師の高宮ユウスケです。人生の取説、あなたの幸せケアをお送りします。第9回のテーマはマインドフルネスを体験してみようです。マインドフルネスの一つである瞑想体験をしていただきます。キーワードは呼吸です。皆さん今呼吸してましたよね。意識せずに、自律神経、交感神経や副交感神経で、心臓とか胃腸とかコントロールされてますが、その中で自分で簡単にコントロールできるのは呼吸であります。呼吸が乱れると心と体が乱れるのかもしれない。呼吸を整えると心と体が整うのかもしれません。代表的なものは瞑想やヨガですが、これマインドフルネスとかいう言葉がある何千年も前から人間がやっていたことであります。もともと人間が知ってた営みなのかもしれません。 IT 企業も瞑想しておりまして、 Google や Yahoo、Intel などが社員研修でやってますが、仕事の効率が良くなるそうであります。進学塾なども瞑想をやっていて、勉強の効率が良くなるとも言われています。神経可塑性というのがあるんですが、脳は成人になったらもう変化しないって言われてたんですが、実は変化するというのが分かってきています。いろんな研究があるんですが、瞑想というちょっと怪しいイメージがありますが、今脳科学的に脳の MRI とかファンクション MRI で瞑想によって脳が変化するっていうのが研究で分かってきています。例えば扁桃体っていう情動ですかね、不安とかに関わるところが抑制されるとか、いろんな部分が大きくなるとか活性化されるとかいうのは分かってきています。亡くなられましたが、アップル社の CEO のスティーブ・ジョブも瞑想をやっていたということで有名であります。スポーツ選手も瞑想をやっていて、ジョコビッチ選手、テニスのプレイヤーですが、怒りとか不安などのゲーム中の、気持ちをコントロールするのに、瞑想、マインドフルネスをやっているそうであります。タイの洞窟遭難事件、2018年7月にありましたが、少年は生きて帰れるかどうかわからなかった。でもその時のコーチが瞑想をもともとやっていて、瞑想を教えて待つことができたというふうに言われています。アメリカのロチェスター大学で、研修する機会があったんですが、ここにはもう医学部にマインドフルプラクティスという、講座があって、エプスタイン教授が、そこにいらっしゃいました。で、医療者は定期的にこのリトリートといいますかね、マインドフルネス、瞑想の体験をしていました。ということで皆さんにも、瞑想体験をしていただこうかと思いますが、今目を閉じてそのまま寝てしまう方もいるかもしれない。一回ちょっとストレッチでもしましょうかね。腕を上げて、左右にちょっと振っていただいたりして、で、肩甲骨を意識してちょっと後ろに回したり前に回したりしましょうかね。首痛くなかったらどちらかに一周回して、また反対側にもちょっと回してみてください。それでは姿勢から入っていきたいと思います。椅子に座っている方多いと思いますが、足は組まないでしっかり床に足の裏をつけてください。ちょっと足の裏の感覚も感じてみる、地に足がついている感じですかね。ちょっと浅めに座って、背筋はまっすぐ、天井からちょっと糸で吊り上げられた、そんなイメージでしょうか。肩の力を抜いて、手のひらを上にして膝の上に置いておきましょう。そして目を閉じて呼吸に意識を持っていきます。目を閉じて呼吸に意識を持っていきます。導入のベルを鳴らします。胸やお腹が膨らんだりへこんだりする、呼吸に意識を持っていきます。冷たい空気が鼻から入って、温かい空気が出ていく、そんな呼吸に意識を持っていきます。呼吸に集中すると言って、もし呼吸が苦しくなる方があったら、口をすぼめてふーっと息を吐くと、また自然に空気が入ってきます。息を吸いながら吸う息に気づく、息を吐きながら吐く息に気づく、入ってくる息が深くなり
出ていく息はゆっくりしてくる。息を吸いながら体を落ち着ける。息を吐きながらくつろぐ。呼吸に集中すると言いながら何か違うことを考えるかもしれません。何か気になることや不安なこと、それは構いません。でも今はそれを横に置いてまた呼吸に戻っていきます。気になること不安なことを手放す練習だと思ってください。不安な時、心が乱れた時、呼吸はあなたが戻ることのできる静かな場所です。船の怒りのように落ち着く場所です。それでは準備ができた方からゆっくり目を開けてください。どんな体験だったでしょうか。今1分30秒ぐらいですかね。はい、瞑想とかヨガがまあ正式な練習法ではありますけれども、普段の生活の中でも電車で待っている時にそこに意識を置くとかですね、また歩く瞑想ってあります。ちょっと、呼吸に意識をしてゆっくり周りの景色も感じながら歩く。食べる瞑想ってあります。皆さんご飯どうでしょうね。お昼ご飯とかパッとこうかっこんでるかもしれませんが、例えばそこに、赤いトマトがあったらトマトの色、香り、舌触りを感じながらゆっくり食べていく。これも、マインドフルネスの、練習になる瞑想、食べる瞑想と言われています。もちろん皆さんがやってるそのスポーツとか音楽を聴くとか絵を描くとか、それも全て、マインドフルネスだってお話を前回もしましたけれども、ただ目の前でなんか不安なことや急な、ドキッとすることがあった時に、すぐにそれができるわけではない。でも呼吸だったらすぐに戻ることができるということであります。今回の内容は説著セルフケアできていますに詳細に掲載されています。 CD ロム付きでですね、私の声で瞑想は6種類入っています。ぜひご覧ください。毎回幸せケアワードをお伝えしています。今回の幸せケアワードは呼吸に集中するです。気になること不安なこともあるでしょう。でも今はそれを横に置いて呼吸に集中します。気になること不安なことを手放す練習だと思ってください。小中高校生一般の方向けに命の授業を出前出張でお届けしています。リットリンクのご連絡の Google フォームからご依頼ください。本日を見てくださり本当にありがとうございます。もし動画を見て何かを感じたり考えてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、いいねをいただけると私も励みになります。それでは失礼します。